ナンバーアンダーラインアイの新 MV ブローユーアーカバーが暴く隠された真実とは驚愕の結末に震えるナンバーアンダーラインアイブローユーアーカバー MV の衝撃解釈ナンバーアンダーラインアイの MV は以前のデビュー曲ゴートのように謎めいた要素が多く考察の対象となります新しいブローユアーカバーも同様で その意味を探求したくなる興味深い MV と言えます。神宮寺優太がベッドに座り、ため息をつくシーン。平野翔が考え込むような表情でバスタブに沈むシーン。岸優太が一人で部屋で涙を流すシーン。MV はこうしたシーンから始まります。監督の田中祐介氏は、叶わぬ片思いをテーマに、その心情を映像化しました。 とコメントしています。この MV で特に注目すべきは、曲が始まると同時に登場する女性たちです。ダンスグループイレブンプレイのサヤが演出を担当し、クレジットでは、ブルーガールズとして表記されています。彼女たちは全員が同じ青い衣装を着ており、顔をベールで隠しています。そして、彼女たちは素性を明かそうとしますが、素顔は見せません。 最初に神宮寺と対面していた女性は一人でしたが、平野や騎士のシーンに切り替わるたびに人数が増えていきます。これは相手の本当の姿を見つけることに迷う心情を表現しているのかもしれません。彼女たちに囲まれながら三人が踊るサビのシーンが続きます。一方、メンバーがいない場面では女性たちが自由に踊っています。しかし、 誰かが近づくと顔を隠して静止し涙を流す様子が見られます。これは近づきすぎることを示唆しているかもしれません。楽曲が一時停止するとベールを剥がされた女性たちは激しく踊り出し、体に触れると崩れ落ち、最終的には姿を消してしまいます。このシーンが冒頭のシーンと重なり物語がつながっていることがわかります。 ブローユアーカバーでは、1番では愛し合う男女の姿が描かれていますが、2番では距離があります。曲だけを聴いた場合、相手の思いを確かめたいという恋愛のもどかしさが感じられますが、MV を見ると、さらに物語があるように感じられます。個人的には、MV 内でのメンバーとブルーガールズは、男女の関係の変化を表していると考えています。 何もしなければ一緒に過ごせたかもしれないが、近づきすぎたために関係が壊れた、そんなストーリーを想像しています。知っていることばかりではなく、時には知らない方が幸せなこともあります。MV の内容を考慮すると、ブローユアーカバーでは、深く結ばれない男女の関係が描かれているように感じます。相手のことを深く知りたいけれど、知ってしまえば一緒にはいられない。 そうなんとなく気づきながらも追い続ける切ない歌なのかもしれません。MV は曲の解釈の幅を広げてくれるものです。切ない楽曲の世界観を演技とダンスで表現する3人の姿も見どころです。GOAT に続いて考察の余地があるブローユアカバーの MV。彼らの口から答えを聞きたいところですが、答えを知らない方が、 解釈が広がり面白いのかもしれません。どのような意味が込められているのか、さらに深く探求したくなりますね。そんなブローユーアーカバーの MV には、さらに真相が隠されている可能性があります。例えば、女性たちが何を象徴しているのか、その正体や役割は何なのか、という点です。彼女たちは一貫して青い衣装を身にまとい、 顔をベールで隠しています。この青い衣装やベールには何らかの象徴的な意味があるのかもしれません。また、曲の歌詞やメンバーのパフォーマンスとの関連性も考えられます。彼女たちの登場や動きが楽曲のメッセージやテーマをより深く理解する手がかりとなる可能性があるのです。さらに、MV のストーリーには他にも解釈の余地がたくさんあります。 例えば、男女の関係性だけでなく、個々のキャラクターの内面や心情、彼らが抱える葛藤や矛盾も興味深いポイントです。メンバーが登場するシーンや、女性たちとの対面、そして踊りの中で表現される感情の揺れなど、細部に注目することで新たな発見があるかもしれません。また、この MV が持つメッセージやテーマは、恋愛に限らず、 人間関係や自己認識、そして他者との接し方にも通じるものかもしれません。相手の本当の姿を知ることの難しさや、それが関係に与える影響、そしてそれでもなお他者とのつながりを求める人間の心理など、幅広いテーマが考えられます。最後に、この MV は視覚的な共演でもあります。映像の美しさや構図、演出の巧みさなど、 見るものを魅了する要素が満載です。メンバーのダンスや表情、女性たちの神秘的な雰囲気など、見どころが盛りだくさんです。ブローユアーカバーの MV は、ただ単に楽曲を視覚化したものではなく、多層的な物語やテーマ、そして視覚的な美しさを含んだ芸術作品と言えるでしょう。どんなに多くの解釈や考察がされても、 その魅力は失われることはありません。むしろ、さらなる深掘りや議論が、この作品の魅力をより一層引き立てることでしょう。あなたは、ブローユアーカバーの MV をどのように解釈しますかあなたなら、この作品からどんなメッセージを受け取りますかぜひ、あなたの考えや感想をシェアしてください。